平野耀とアックの69、名古屋出身アーティストの5年ぶり再会がファンを熱狂させる。日本のエンターテインメント業界において、異なるジャンルのアーティストが交わる瞬間は、常に注目の敵となります。そのような瞬間が、名古屋出身の俳優である平野耀とラッパーのアックの69による5年ぶりの再会で実現しました。 この再会について、アックの69さんのインスタグラムの投稿からの情報を元に検討してみましょう。10月10日、アックの69さんは自身のインスタグラムアカウントを更新し、元キングプリンスメンバーである平野志陽さんと神宮寺ゆ太さんとの写真を公開しました。この投稿には多くのファンから熱狂的な反応が寄せられ、その様子を報告します。 ハックの69さんは、ヒラノさんとジングジさんとの写真を公開する前に、9月23日に開催された日本最大級のッホックフェス、ザ・ホーブに参加したことを報告しています。このフェスには、ヒラノさんとジングジさんだけでなく、キングプリンスへの楽曲の振り付けを担当したダンサーのリンハタさんも一緒に参加していました。 そして、楽屋裏での再会の瞬間を記録した写真を公開し、それについて以下のコメントが付けられています。楽屋裏には名古屋の後輩も来てくれとった、よ。大スターと地元名古屋出身の平野さんを紹介してより白のビッグシルエット T シャツご追金ネックレスといでたちに、ぽいかよ、とツッコミを入れています。 アックの69さんと平野ノ3人宮寺さんは2018年に音楽番組ミュージックステーションテレビ朝日系で共演したことで知られており今回の再会がエムステと5年以上ぶりのものであることを強調していますいます。この投稿に対してファンからは多くの賞賛の声が上がりました。以下はその一部です。メンバーが豪華すぎます。最高のメンバーすぎん 激圧すぎます。名古屋が生んだ天才揃いました。ね、このコラボ私へ過ぎて一生見てられるこの再会の背後には名古屋出身のアーティストとしての誇りや異なる音楽シーンに所属する彼らの交流があることが伺えます。名古屋の先輩と後輩のアーティストが再びつながり、ファンの心を温かい感情で包み込んでいることが伺えます。この再会が注目される理由の一つは、 異なるジャンルのアーティストが交流を持つことによって、新たな音楽やエンターテインメントの可能性が広がることです。名古屋の音楽シーンに貢献した2人のアーティストが再び一堂に会し、ファンの期待を超えるコラボレーションが実現するかもしれません。この再会の背後にあるエピソードや、ファンからの熱狂的な反応について、さらに詳しく掘り下げてみましょう。 再会の意味平野仕様とアックの69の再会は、名古屋出身のアーティストとしての誇りを持つ二人のタレントによるものです。名古屋は日本のエンターテインメント界で多くの才能を輩出しており、その中でも平野さんとアックの69さんは異なる分野で成功を収めたアーティストです。平野仕様は、キングプリンス王としての活動を経て、俳優としても高い評価を受けています。 彼の名古屋出身であることは地元のファンにとって誇りであり、名古屋のアーティストとしての地位を高めています。一方、アックの69さんはラッパーとしての成功を収め、ヒッツホックシーンでその名前を散らしめています。彼も名古屋の誇りとして地元のファンから熱狂的な支持を受けています。この再会は、 異なる音楽ジャンルとエンターテインメントの分野に所属する二人のアーティストが共通の新地に根ざす誇りを共有し、ファンとのつながりを強化する瞬間であると言えます。音楽とエンターテインメントの交差点名古屋の音楽シーンは多くのジャンルを受け入れ、異なるアーティストが交流する場として知られています。アックの69さんと平野志洋さんの再会は、 異なる音楽スタイルを持つアーピスト同士の交流が新たな音楽の可能性を切り開くことを示しています。この再開によってファンは期待を寄せ、異なる音楽要素を融合させたコラボレーションが実現することを期待しています。ラップとポップミュージック。 俳優とラッパーの異なる才能が融合する瞬間は、エンターテインメント業界における新たな創造の可能性を探求する機会でもあります。名古屋の先輩と後輩のアーティストが再会し、共通の新地に敬意を払うことで、地元の音楽シーンやカルチャーに新たな光を当てることも期待されています。 ファンからの熱狂的な反応この再会の最も注目すべき側面はファンからの熱狂的な反応です。アックの69さんのインスタグラム投稿に寄せられたコメントには喜びや期待が溢れています。ファンは二人のアーティストが再び一同に会することに対する熱意を示しています。アックの69さんの投稿に対するファンの反応から一部を抜粋してみましょう。 悪と紫用マジ熱すぎる。最高すぎる写真、ありがとうございます。メンバーが豪華すぎます。名古屋が生んだ天才揃いました。ねこのコラボ私へ過ぎて一生見てられるファンからの反応は非常にポジティブでこの再会が待望されていたことが伺えます。ファンは、 異なる音楽ジャンルのアーティストが共演することによって新たな音楽やエンターテインメントの魅力を堪能できることを楽しみにしています。平野市用とアックの69による5年ぶりの再会は名古屋出身のアーティストとしての誇りを共有しファンとのつながりを強化する特別な瞬間でした。この再会は 異なる音楽ジャンルとエンターテインメントの分野に所属するアーティスト同士の交流が新たな音楽の可能性を探求する機会でもあります。ファンからの熱狂的な反応はこの再会が待望されていたことを示しており、彼らのコラボレーションに対する期待が高まっています。 名古屋の音楽シーンやカルチャーに新たな光を当て、異なる音楽要素が融合する瞬間を楽しみに待つファンたちにとって、この再会は特別な瞬間であり、将来の音楽シーンに多くの期待を寄せるきっかけとなっています。の期待を寄せ